Haven't been myself for the longest time. Can't blame my health, just feel like I'll be better off somewhere else, somewhere I can hide away and never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but 今日は今からマナティーを見に行くんですけど、すごく混んでるので、今車の中で持ってきたお弁当をみんなで食べております。やっと中に入れました。まだご飯食べています。おにぎり水筒持っていこう、パパ来たら。見える？ここにも、お魚の尻尾だ。お魚のあれも見えたね。気をつけて。わあ、すごいね。めちゃくちゃ綺麗。水が。はい、お姉さん。わあ、大きいね。いっぱいいるね。うん、お魚もいる。すぐ近くにいる。お顔出したよ。お顔出した。お顔出した。かわいい。かわいい。あ、絵本だって。本当だ。リサイクルの。ティックタク長じゃん。何、そこのそのステッカーの。何が？ワニ？ね、これで終わりなんだけど。さっきのとこに繋がってんの？それ繋がってない。これを買ってもらいました。見えなかったよ、マナティの顔。リリーのマナティとニーニーのは、うん、ニーニーのマナティだから可愛いよね。うん、可愛いね。あとは、ステッカー、クリアステッカーと、ステッカーと、うん、なんだろう、ニーニーのステッカーだ。ニーニーがお部屋に飾る。見せてあげて、みんなに。うん、かわいい。あとは最後です、マグネット。かわいいね。マミ集めてるんだよね、マグネットね、うん、いっぱいあるね、うちに、うん、はい、ありがとう。楽しかったですか？はい。
マナティ可愛かったね。ビーの近くにすっごい来たよ。あ、まだ剥がさないで。はい、ありがとう。こんにちは。今お家に帰ってきました。今3時ぐらいかな。たらまず入るのにすっごく渋滞して、3連休の中日なので余計混んでたっていうのもあるんだけど、想像以上に入るのに手こずってしまって、まさかのお弁当を車で食べるっていうことになって、あ、でも今日行ったところは絶滅危惧種にも指定されてるあのマナティが、あの温かいお水を求めて今上がってくるんですけど、なのでね、たくさんのマナティを見ることができるんですね。で、写真とか動画で見てたよりもほんと近くでマナティ見ることできて、しかも私初めて見たんですけど、みんなめちゃくちゃ可愛くて、もう本当にあの癒しの塊っていう感じ。なんかもうまん丸でコロンコロンみたいな、動きもすっごいゆっくりで穏やかな感じで、なんかすっごい癒されて、なんかもうあーって感じで、あの想像以上になんかすごくいい機会というか、いい時間をね過ごせました。子供たちももうずっとかわいいかわいいって言って、そう、なんかすごい本当に想像以上に良かったです。で、そこが他にもトレイルもあったし、公園もあったし、ピクニックエリアもあったしっていう感じで、まあ、いくらだったかな、入るのに6ドルかなかかるんですけど、でもあの夏も特に暖かくなると水に入ったりもできて、結構アクティビティももっと充実してるみたいだから、すごいなんかいいとこでした。家族連れには結構おすすめなスポットかなっていう感じです。そんな感じで3連休今日中日なんですけど、久しぶりに家族で結構がっつり遊びに行ったので、なんかいい一日を、癒しの一日を送ることができました。はい、じゃあそんな感じで今日は我が家のとある一日、半日かなを撮ってみました。楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあまたね。ちょっとすんごい眩しくて、バイバーイ。Baby, I'd have plenty. And I've been scrolling